こんにちは、タケルデチューブです。今日作っていくのがこちらになります。プレミアムバンダイ限定 HG フルアーマーガンダムを今日は作っていきたいと思います。見ていただいている通り、パッケージがこのように単色刷りのさっぱりとしたパッケージとなっております。そして側面の方も文字だけというようなですね、はい、こんな内容のさっぱりとした、本当にさっぱりとしたパッケージなんですよね。では中の方を確認していきましょう。はい、中開けますとこのようにランナーが意外とびっちり入っているというような感じになりますね。では袋の枚数数えてみましょう。1、2、3、4、5、6袋ですね。そして説明書の方がこちらになります。説明書の方もですね、大体はカラーがですね、こう表面はカラーだったりするんですけども、どうもですね、こちら表も裏も、もう白あですね、モノクロ印刷というような説明書になりますね。はい、では一度ですね袋の方からランナーを全部取り出してみたいなと思います。ランナーの枚数は全部で14枚。そしてこちら、ホイールシールの方と水転写式デカールがついてきます。では早速組み立てましょう。完成しましたので細かく見ていきましょう。まずはこちら、ビームサーベルの刃が2本、そしてハンドパーツの方なんですけども、こちらビームサーベルを持つ握り拳の方がですね1セット、そしてこちら開き手の方が1セット、そしてこちらの方、ビームライフルとかを持つためのグリップの方の指ですね、こちらの方が左右1セットついているんですけども、右手の方はこちらのグリップをすでに握らせた状態で待機させていますので、ここに並んでないっていうような感じになりますね。そしてフルアーマーのこちら装甲という形になります。はい、では素体の方見ていきましょう。はい、 RX78 と感じですね。はい、こうなっています。そしてバックパックの方にはビームサーベルの方収納するようになっています。で前後のですね、頭の可動の方から見ていきましょう。可動なんですけども、まずはこちら、頭を真上まで持ち上げますとここまで動きます。首の方が、ここの根元の部分とここの首、あの顔の真下の部分ですね、ボールジョイントがありますので、2段階でこのように可動するという感じになりますね。はい、なので、一番前まで傾けますとここまで、そして一番上までというとここまでというような感じになりますね。はい、次肩なんですけども、肩は、障害物がないのでぐるっと回ります。で、二重関節になっていますので、二重関節からここに軸ですね、軸ありますのでぐるぐる回ることもできます。はい、で、腕はここまでですね、90度。はい、このようにちゃんと稼働するようになっています。で、前にもですね、このように引き出すことが可能になっていまして、肘の方は
ですね。グッと二重関節になっていますので、思いっきりここまで曲げることができるようになっています。はい、そして手首はこのようにくるくる回りますね。ある程度このように角度をつけることも可能になっています。はい、では次胸いきましょう。胸の方がですね、こちら胸というかここの部分ですね。はい、ここの部分が若干の可動があります。ここですね。はい、あまりやりすぎるとですね、ジョイントの方見えてきちゃいますので、ほどほどの曲げ具合にしといた方がよろしいかもしれないですね。左右も同じですね。可動というよりは少しですね、ここの接続の、甘さを利用してっていう感じになりますので、あまりやりすぎると、見えてきちゃうというような感じになります。次フロントスカートなんですけども、こちら説明書のですね、フロントスカートを作る過程の部分なんですけど、ここになるんですよね。初めの位置はこちらフロントスカートの方ワンパーツになっているんですよ。なので左を持ち上げると右も一緒にくっついて動いてくるというような状態になっているんですけども、ここの段階で好みで真ん中をぶった切ってねというような表記になっていましたので、僕の方はもう完全にですね、ぶった切ってしまいまして、それぞれ連動さ、稼働するようにしています。ですのでこちらですね、片方を上げても片方は自分で上げないと動かないよというような構造になっています。で、一体型のままですと片方を上げるとそのままひっついて反対側も動いてくるというような感じになりますね。はい、そして左右の方がこのように動くんですけども、こちら腰の部分にある程度干渉しますので、あんまり上げすぎるとここですね、中が見えちゃうよというような感じになりますね。そして後ろは可動はないです。ですので足の方を行きますと、こちらフロントスカートを上げますと、ほぼほぼこうですね、まあ、これ以上はスカートがガッツリ干渉しちゃいますので動きません。そして足の後ろの方は、まあ、こうですね、こうなってしまうというような感じになります。そして膝ですね、膝を折り曲げますとがっつり折り曲がりますので、このように曲げることができます。で、足首の方がこのような角ですね。はい、まあ、正座しようと思えばできるかもしれないんですけども、ちょっとですね、足首ちょっと足りないかなっていうような感じもしぬ角がですね、ちょっと少ない、若干足りないかなと思いますので、ちょっと綺麗な正座ができるかどうかやってみたいなとは思うんですけども、ここでです、こんな感じですね。これでいっぱいいっぱいなので、これで綺麗に座らせることができるかどうかというと、座らせられますけど、こんな感じですかね。はい、一応まあ綺麗には座れたのかなと思いたいですね。はい、そしてですね、つま先なんですけども、つま先の方もこのように可動するようになっています。そして足首自体はこのようにフレキシブルにぐるぐるとボールジョイントになっていますので、可動するようになっています。そしてこちら今度フルアーマーの方なんですけども、ほとんどですね、フルアーマーの方のパーツはですね、このようによいしょ、今肩のパーツなんですけども、こんな感じでパチパチはめ込んでいくような感じの作りになりますので、今度はですね、フルアーマーガンダムの方に今度乾燥させてみたいなと思います。では一気にフルアーマーガンダムにしてみましょう。はい、フルアーマーガンダムに乾燥しました。では見ていきましょう。まず背中の方に追加された装備としましては、こちら360mm ロケット砲、別名キャノン砲が追加になっていまして、このように稼働するようになっています。そして右腕部の方にはですね、こちら2連装ビームガンが装備されています。はい、そしてさらに装甲の中にはですね、こちら胸部ミサイルがこちら左右に、はい、隠れているのと、あとはこちら膝の方ですね、こちらもカバーを開けますと、はい、同じくミサイルが隠されているというような追加武装になっていますね。はい、そして一番最初に素体の方ではお伝えしてなかったんですけども、こちらバンダイさんのですね、安全フラッグということで、こちらとんがってないタイプになるんですよね。はい、ですので改造される方はぜひここをですね、確実にシャープにするんだと
とんがらせてしまうんだろうなというような感じになりますね。今回の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。